日はごめんね。思ったよりこの学校って授業が進んでるから、つい説明の時間も長引いちゃって。で、今日こそはちゃんと教えてもらおうと思ってるんだけど、都合悪いかな。じゃあ、今日こそは勉強しようよ。それじゃそういうことで。あ、先生来たからまた後で。三上くんって何が得意なの？そうなんだ、奇遇だね。私もそうなんだよ。確かにね。でもこれで少しは苦手な教科の方に時間が回せるんじゃない？細かい作業じゃない？私、どうにもそういう作業って苦手なのよね。で、三上くんは何が苦手なの？え？ということは、普通自分の家から言うものでしょ？行かない。とりあえず、図書室にでも行こうよ。変わらず静かだよね、ここ。図書室では静かにしてください。あ、二見さんって図書委員なんだ。はい。わかりました。
奥に机があることだし、そこに行こうよ。お疲れさん。今日はありがとね。うん。でも、二見さんも大変だね。とにかく、あさってからの試験は頑張らないとね。三上くん、私行こうか？でも、ごめんよ、トモヤ。許してくれよ。ラーメン一杯で勘弁してくれよ。申し訳ありませんでした、トモヤ様。私は一生トモヤ様の下僕でございます。煮るなり焼くなり売り飛ばすなり、なんなりとお好きになさってくださいませ。Thank you.
誰だかわかる？ブー、はずれー。なんでわかったの？そっか。あー、そうそう。あのね、ゆえ、教室に英語の教科書忘れてきちゃって。それで今から学校に取りに行かなきゃならないんだけど。それでね、きっとともちゃんのことだから、ゆえみたいに何か置き忘れてきちゃってるんじゃないかな、なんて思ったの。何も言わないとこ見ると図星でしょ。やっぱり。え？なんでゆえがともちゃんの忘れ物取ってこなきゃならないのよ。違うよ。もしともちゃんも何か忘れてるんだとしたら、一緒に取りに行かないかなと思って、それで電話したんだもん。だったらともちゃんがゆえのも取ってきてよ。だからそれはゆえだって同じだよ。ね、それこそまさに一石二鳥だよ。え、ううん、別に何でもない何でもない。ほいじゃあ15分後に駅の改札に集合ね。じゃあね。やっぱりかわいそうだから取ってきてあげるよ。さっきからずっとため息ばっかだね。それは。好きじゃないよ。遠からずって感じかな。Thank you.
ごい。ずらかるって別にやましいことしてるわけじゃないんだから。ところでともちゃん、この山積みされた本だけど、どうやって持って帰るつもり？バッグとか持ってきてないよね。どうするの？どっかから紐かなんか見つけてきて弱く？まさかゴミ箱抱えて帰るつもりじゃないよね。それで電車に乗るんだよね。恥ずかしくないの？っていうかゆえが恥ずかしいよ。ジュエルチョコのおまけ、捨てるのもなんだから取っといたの。でもともちゃんのその理論によると、こんなのだってダイヤだダイヤだって思い込めば安っぽいななんて思わなくなるってことでしょ。自然と価値があるもののように見えてきちゃうんだよね。思っただけでその通りになるんだったら、誰も苦労なんかしないもん。思っただけでその通りになるんだったら、いただいちゃおっかな。わーい、ニンニン猫ぴょーん。あ、なんでそういうこと言うの。これは妊娠してるからだって前に教えてあげたじゃない。そっかな。え？本当だ。
いぷい、ぷいぷい、ぷいぷい、ぷいぷい。別にそういう意味でつけたんじゃないよ。おまじない。知らないの？そっか、知らないんだ。じゃあ教えてあげるね。要するにこれは縁結びのおまじないなの。縁と縁をつなげるっていうところから生まれたんだって。でもね、犬の首輪じゃダメなんだよ。猫じゃなきゃ効果がないんだもん。ほら、昔から猫っていうのは霊力の強い動物だとされてるじゃない。そうなの。例えば商売繁盛を祈願するときは招き猫を置いたりするでしょう。逆に悪い方の例では化け猫とか猫股とかって昔話も結構たくさんあるよね。ということで、猫の首輪に輪っかをつけると良縁に恵まれるんだって。納得？おまじないはこの子にかけたわけじゃなくて、ゆえにかけたんだよ。うん。昔の日本には指輪をはめる習慣なんてなかったもんね。確か古銭とか使ってたような気がするけど。聞くといいね、おまじない。確かにそうかもね。
もちゃんもこれでバッチリだね。